連日熱戦が続くパリオリンピックをどのように伝えるのか、ひるおびファミリーの井上咲楽が日刊スポーツ新聞社へ。ああ、それ気持ち悪い。行くんだったらもう逆にガッツーガッツー、めっちゃでかくもう一つの戦いに密着。ひるおび15周年ときめく時を TBS。